お送りしました、ルーレットジャズオーケストラで、もあります。よろしくお願いします。ライブをするのが1年8ヶ月ぐらいなので、ちょっと久しぶりに喋って緊張気味ですね。なんか自分でもびっくりしてますね。はい、はい、ということで、今日もウィンドマシーンでした。ソリストがベース川崎亮、テナーサックス三山浩平、原点回帰でコピーそうなんですって言ってたのに、2コーラス目からめっちゃアドリブしかしてない。え事故が起きたジミーフォレストです。違いますあれはわかんないみたいな。で、1曲目でした。で、2曲目が、これがフラ
ルクルフェンシという曲なんですけども、まあ、1曲目と2曲目がまあ同じサミー・ネスティコさんという曲が、作曲家の人が作った曲で、ちょっと時間なくなりはって、今なんかちょっとネスティコさんの曲をやりたいなと思ってたので、2曲続けてやろうと思います。まあ、1975年ですね、ベーシー・ビッグ・バンドというアルバムで出てます。ウィンド・マシンとフラッグ・ルイです。まあ、有名なお話ですけども、ディズニーランドに出演してたんですね。75年の8月ですね。で3公演ぐらいしてたらしいですね。なんかでステージやって、間でスタジオ録音して、ステージやって、スタジオ録音してって、間で撮られたアルバムなんですね、これ実は。そういうやつです。公演料ベッド1500円かかります。っていう、チャージより高いので、最後、お会計の時びっくりすると思います。では、行ってみましょう。ネスティコさんのナンバーで、フラッグのフェンシティです。Thank you.
バックルフェイスをお送りしました。ソリストは泣けるトランペットっていうんですかね。なんかここで見てるの照明ガーッとあってめっちゃかっこよかったっ。こっちから写真撮れたようですね。大久保和則でございました。このソロ10年以上やってるじゃないですか。でなかなか熟成されてきましたけど、昔もっとね歌ってても譜面分かんないぐらいだったんですよね。小説を次行ってとかなんかもうアレンジがすごい自由な感じのスタイルでお送りしてます。ペットパーと同じような服着てますね。なんか3人目今日今度なんか方向一人おかしいです。ああ遠い、あ何の話やなって話だということで、2曲サミンにしてもさんコーナーでした。で次はちょっと打って変わってたんですけど、ギタリストのですねフレディ・グリーズさんが作曲しました、曲で、ボーカルナンバーになったら名前が変わってアンティル・アイメットという名前になるんですけども、ボーカルなしなので元の名前で来ます。でこれあれですよね、ビリヤードのコーナーなんですね。ほんまね知ってました、コーナーポケットみたいな、ね、ビリヤードをする気分でじゃあ振ってください。やったことないけど、なんか知らんすけど、大学生でみんなビリヤード憧れませんでした。何の話とりあえず、お前ビリヤード行ったかみたいな、俺行ったぞみたいな。あ、そうか、ってやりますね。ということで、ということでってすごいことですけど、こんな感じで住んでいるし、いや、なんかあれですよ、コロナになって人前で喋るってめっちゃ減ったじゃないですか。会社とかでオンライン会議とかオンラインでなんかね、画面越しやし、いらんかったらピッて消したらいいけど、めっちゃ人いるじゃないですか。緊張しますよね。人の数に圧倒されている自分なんですけど、はい、そんなことはどうでもよくて、コーナーポケットです。
はい、コーナーポケットをお送りしました。ソリスト、トランペット、中野聖也、今さつこいしよしとお送りしました。ですね、じゃあもう彼触れていきましょう。彼をみんななんでって思ってるの、私と同級生で中田祐介っていうんですけど、同じ中学入ってコーナーブラザーサンドが入ったんですけど、入った時はアルトやったんですね。で出る時バリトンやったのかな。で大学バリトンしてたんですけど、ペット吹けるってなって今ペット吹いてるんです。楽器アルトとバリトンとペット持ってるんですね。そうなんです。どれが本職なんですかね。でまあいろいろあって湯出ちゃいなよってここで言うんですけど、そうです、触れたらあかんかったかもしれないですね。っていう本格、確かにね、そうっすよっていう彼がいるんですけど、でなんかトランペットも湯出ちゃいなよにしたら6人になったっていうことで、いつもだいたい4人なんですけど、非常に多い状態でやってます。もう口さん照明当たってないんですけど、窓際族ってやつですね、それ。大丈夫です、歌歌ってください。ということです。橋 YouTuber で橋こうもうなんかね、照明当たってないということです。で今回はライブ一応1970年代の曲目がいいなと思ってなんとなく集めたんですけど、なんとなくね、はい、その時の気分で大体決まります。新しい音源が YouTube でパッて上がったら、あ、これいいやんってザラッてこう感化されて去年組んだんですけど、そうなんです。去年ね、ほんまは秋口にやろうとしてますけど、なんかいろいろあってこの3月になりまして、マンボウ真っ只中ですけど、皆さん来ていただきましてありがとうございます。で、ちょっと1個ですね、ここで爆弾が、あ、香港映ってる。恥ずかしいな。同日やん。何だよ。タイムノット YouTuber？ いや、YouTube してんじゃん、あなたたち。YouTube してて、なんか彼ラーメン好きなんですけど、豚骨ラーメンね。で、替え玉をやってるのを自撮りしてる動画っていうのがあって、再生回数29回とか。誰も見んねんって今34回です。増えた。もうそれで収入を得るにはまだまだですね。ゼロが4つぐらい足りますね。そうです。替え玉5玉でしたっけ。で、煮卵も入れて、ネギも入れた。すごいですよね。絶対すぐ死ぬと思うんですけど。そうです。今日それを心配してて、後でね、出てきたりするんですけど、プチってどっかで詰まってたりしたら、もう聞けるので、はい、ここで倒れたら、前の二方ちょっとお願いします。で、ちょっとここ次一曲、なんかチャレンジ曲じゃないですけど、ちょっと難しいのを入れてみたんですね。でこれ全然50年代後半から60年代の頭の曲で、佐藤ジョーンズさんが作りまして、まあ、佐藤ジョーンズ、メル・ルイスって自分でバンド作ったって有名ですけど、結局どんどん書く曲は難しくなっていって、もうこの曲お前のバンド自分でやったらって言って、じゃあそうするわってバンド作った人なんですけど、で、まあ、曲的にはカウンターブロックですけど、多分これボクシングの曲なんですよね。多分シュッシュッてくるカウンターを多分こう避けながら僕らバンバン殴られてますけど、多分なんかそういうこう 裏打ちとかがあるのかなと思って勝手に考えてましたけど、その笑顔がいいですね、すごく。なので皆さんはですね、各パートがパンチを繰り出しますので、あ、画面で、あ、そうか、ずっと方向が映ってるからみんな気になるのか。配信の人はずっとじゃあ方向が映ってるわけですね。すいません。確かに。そうですね。じゃあ、そういうカウンターブロックという曲をやってみたいと思います。
オントロンボーン磯野聡。一人対十八人みたいな感じ。磯野を倒せみたいな。ほぼうちの子供に。ここヨシトです。で、リズムパートですね。じゃあ紹介していきますか。こっちからギター塩出武志君です。ピアノ小玉優子さんですね。川崎優子さん。で、折り返しに来ましたね。次ですね、ゲテモンが出てくる。次ですね、ライブの真ん中か、後半に大体入るちょっと、いかつい曲なんですけど、彼があっちに移動したっていうのが嫌な予感だと思うんですけど、彼が出てきますね。でその後に福光山君はどんな心境なんでしょうか。場をぐちゃぐちゃに荒らされた後に真面目にそれ吹きますので今日なんかネックレス買ったんですよね。買いましたドンキで買ったんです。なんで買ったんでしょうか。トランペットのクリスチャン・スコットの結構下品な演奏めっちゃかっこいいので服装めっちゃ下品なちょっと一回立てもらっていいですか。今日は全身なんか黒でネックレスして、いやさっきも顔と合ってへんって顔してた。今日はそう服がこれええなと思いながら髪でセットしてたんですけど、顔だけがその顔と合ってへん。首から下と上がもうギャップがすごい。ここから下見てほしいな。お願いします。というそんな彼と、彼が出てくる次の曲ですね。急にコミカルバンドみたいになってきましたね。演奏は至って真面目にお送りしたいと思います。では行きましょう。ベイシーです。
ベイベイシーでございました。父コール入ってます。父コールが入ってます。ヒデナリからの父コールです。数少ないファンの一人ですね。いやー、ソリスト触れたくないですけど触れますね。トランペット中田雄介、テナーサックス三山光平、なんていうんですかね、吹いてることいいんですけど自分でソロ潰しに行くってなかなか珍しいからですね。足元気になってしまう。あんま聞いてほしくなかった。それやばいです。それ2500円のことですよね。アマゾンで買った2500円で、はい、ダンス用のやつで。ダンス用らしい。ダンスするときに足元が光るっていうらしくて11種類色超便利です。もう今日最後のお蔵入りですかね。誰か視聴者プレゼント最後は大ジャンケン大会していつも裸足で帰ります。で次じゃあ準備いりますか。大丈夫ですか。その間にメンバー紹介をしておきますよ。でさっきリズム隊紹介しましたので次トランペットセクションが、左から中田雄介、平山鈴葉、外池元樹、江口丹野、中野聖也でございます。あ、で大久保和夫ですね。はい、お願いします。トランペットセクションです。で次がボーカル曲で一応じゃあマイクじゃマスク付きでやりますね。さっきマスクなんて貫通するぜって言ってたけどマスクなしあっても意味ないかもしれない。これで飛沫を防止できます。よろしくお願いします。で70年代特集でさっき言ったんですけど次60年代の話で、フランク・シナトラさんと65年とか66年ですね、ベーシーバンド共演してまして。そうなんですね。はい、スタジオ録音のシナトラさん。シナトラさんです。シナトラさんだったんですね。イタリアってめっちゃ醤油顔やけどイタリアこれやれやれ言われたんで。イタリア系ですね。全部持っていかれる。じゃあちゃんと曲いきましょうかね。そのシナトラさんとの共演版でやってます。I've got you under my skin です。Thank you.
後半戦に入っております。なんかやっぱこうあれですよね、ライブを久しぶりにするとすごい息切れしませんか。僕ずっと喋ってるし吹いてるから誰か5分休憩くれって感じなんですけど次の曲がですね、まだこれもザ・ベイシーっていう曲で、まあ、今回だからまあ2年8ヶ月ぐらいなんで、あんまり新曲ガンガン入れてももう容赦はせんわということで、多分みんな馴染みの曲を入れてですね、ある程度のクオリティを保ちながらライブを進めたいというところでセットを組んでます。僕もボロボロだと言いましたねいや最初にこのバンドを始めたのは2007年ですね。学祭で始めまして、大学3回の時かな。でも2022年、15年なんですかね。でも最初から残ってるメンバーは誰ですか。三ツ山グッド、ソトイケとグッチも3人ぐらいだったんですかね絶滅危惧種がありますけどね、みんなも楽器やったりなんかどっか行ったりとかそう、絶滅危惧種ですよね。本本が最初もということですね。あ、ほんまやそう、最初だけバリトンで入ってて次の年クビにして世の中にはもっと上手いバリトンがいると世界は広いということで、あの今古林君古林君、じゃあサックスワードをついでに紹介しておきましょう。古林周平君、バリトンサックス、セナー、三山浩平、新田宮崎明子、鶴ちゃん、下の名前が浅見さん、鶴浅見さんです、はい、というようなメンバーでやってますね。こうなんかライブができるっていいですよね。なんかこう幸せですよね。やっぱ YouTube じゃダメですよねって感じですねいや実際やっぱ見るのとね、いや配信先の皆さんすいませんで、じゃあ次はですね、フランク・フォスターさんの1955年のナンバーですね、シャイニー・ストッキングスです。次は香港から行きますよ。そんな言うの次は香港がほぼリードを吹くということで、なんで今回香港君が出ることになったんですか。香港君が、彼はだから転職したんですよね。2月から新しいお仕事を始めて、前の仕事12月で辞めて、で元は1月になんかちょっと俺の誕生日パーティーをせえみたいな話を自分で言ってたんですけどそうそう、で比較してたんですけど、まあなんかいわゆる世の中で第6波っていうんですか、マンボウナンバー6が始まりましてでなんかこうちょっとね私行くの嫌ですみたいな、なんかわーっと来て、あれですね、コロナを口実に断るってやつみんな香港の誕生日パーティー本当は行きたくなかったかもしれないですよねそうなんです。でちょっとこうホロウェイさんにもご迷惑をおかけしたんですけど、で今回ねライブさせていただいて、でもうなんかちょっと鬱憤溜まってるやろと、ヘッドを拭いて晴らせということで今回来たんですけど、あの全然晴らせてないですよね。緊張の連続というか横では外池先生がずっと睨みを聞かせてですねいや満を持してセクションはこう満を持して満を持して、あの私の今まではにぎやかしでしたけどね、今からはちゃんとリードを振るめっちゃこういうやつですね、この外池くんめっちゃ緊張しますよ人のハードル上げるけど自分のフィーチャーとしてはめっちゃ緊張するね。僕が振れると思われたくないそういうこと見ましたよ、人間性出ましたよそうなんです、意外な君やそうです。じゃあこの曲、ほぼ香港、その時ちょっと吹くの、あ、ちょっとだけ吹く、あ、ちょっと吹く、大事なところは吹きます。いやいや、大体で香港です。大体香港
ということで、怖いっすね、なんかこの振りの後、一応目から外すんちゃう、これ。すごい無茶振りの中で。なってないよ。もうならないな、多分、後半。で、ほんまにやばかったら目くばせして、ヘルプを求めるらしいので、そういうの、外、香港の目線にも注目してですね、泣きそうな目になってるかなってなって、音変わったなってなったらリードが変わったと思ったらええと思いますんで、はい、じゃあ行きましょう。シャイニーストッキングスです。
トランペット香港さんでした。トランペット江口多聞くんです。今日一番盛り上がった感じしましたね。ですよね。外に行く思い出のソロですよね。2004年に。そう、記憶に。嘘。記憶にございません。政治家ですか。記憶にございません。記憶にございません。当選前のことは知りませんみたいな。ですね。ちょっと説明したいの。何笑っとんねんみたいな。いや、僕がね。ああ、いいの喋って。あ、喋る？じゃあ喋ってください。一緒に喋る。一緒に喋る。あ、僕と本校で喋りましょう。ああ、ちょっと小池君は事情があって次喋れないので。はい、忙しいんだよ。いや、これ、僕らが高校の時じゃん。え、そっちもそう、説明？恥ずかしいですけど。高校の夏の大会でシャイニーストッキングスやりまして、その時にやってたソロをこのタモ君がやってくれたところで、僕らは練習の時から大盛り上がりで、今話聞いたところを知っててやったろうと思ってやってみたいです。悪いやつやろ。意外と、ね、やばいな。優しい子なんか思ってたら、意外とね、腹黒だ。そう、まあまあ、大体分かってたけど。いや、彼は、まあ、この春、高校卒業して、これから大学になる一番このバンドで、若手のメンバーで、来年というか、今年からはね、大学の阪大のビッグバンドで、リードラップを吹くということで。おーおい。頑張ってください。最前列のお父さんも大盛り上がりました。それでじゃない、やっぱソロの内容がやっぱ本物と違って最高です。そしたら運転の差が。でも皆さん思いますか、香港は本職じゃないのに思ったより老けてて突っ込みにくくないですか。そこら辺はちょっと優しく優しく向けてあげたら。慣れてないわ。いや、もっと下手やってくれよ。いや、それなりに練習はこの年上げたら進めました。それなりじゃないの、一生懸命やってきたやろ。大丈夫、ちゃんと努力は認めてる。先生やからね、元に。まあ、僕の方で先生教々としている大久保先生でしょ。今日はもう我が身かな。追い出されるんじゃないかと。本職のバリトンサックスの方で頑張ってもらって。この空気どなしてくれ。ということで、そうそう、準備は整いましたでしょうか。じゃあ次はですね、バンドリーダーのいい感じの曲、ね、ボスのね、小池くんがどうしてもこの曲がやりたいということで、恥ずかしい。至極のバラード聴かせてくれる。なんか懐かしいな。じゃあ曲名どうぞ。お聴きいただきましょう。あ、噛んだね。ポリキュストフィーチャリングバンドドリフ。
続いておりまして、とあるライブの時に ライブじゃないね、バンド作りますときに来年この曲やるから循環呼吸を練習しとけと言われまして、まあ1年間練習できるなと思ってほっといたんですけども、まあなくなるであろうと、そのバンドもやらないであろうと思ってほったらかしてたんですね。2週間前ぐらいにやるよって言われまして、ああどうしようかって思いまして、まああのローランド・カークっていうテナーサックスの奏者がいるんですけども、彼が循環呼吸の名手なんで、とりあえずそれ練習見とけばできるかなと思って習得させていただきました。おお、はい、2週間で。で今回もとりあえず練習トランペットやるから全曲練習しときなさいよって言われて、とりあえず練習しました。できたんでしょうかね。わかりませんが、どうしようか、着地見つかないと思ったわ。できた。まああのこの発音はないから。うん、ああ、そっか、その曲か。この後そうなんです、ね。そうなんですね。この曲、次の曲も小池さん、頑張りはるんですね。せやね。ということで、このまま曲紹介しちゃっていいの？いいよ。いいの？はい、と行きましょう。ジャーピーアクスウッサイド。どうしました？もう一度言いましょうか。言って、ベーって始めてもらったら、そうだね。言ったんで、うっさいで、で始めてもらえたらいい感じなんで、ジャンピングザ、うっさい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 、
年はコロナもきっと落ち着くだろうということで、まあ、半年か1年か1回ぐらいスパートみたいになりますので、ぜひぜひ。ということで、カウントベイシーでアンコールっていうと、まあ、この曲かあの曲かその曲かみたいな3つぐらいありますけど一番ベタなやつを、やりたいと思います。まあ、先週ぐらいからね、あったかくなって春らしくなってきましたので、まあ、今の時期にぴったしかなと思ってます。ソリストはオア君、オアトモヤ君と、トランペット外池元樹君ですかね。はい、香港にあんだけハードル上げといたのでさぞ上手だなって負の連鎖、そうそう、負の連鎖、自ら仕掛けた負の連鎖。では最後の曲いってみたいと思います。エイプリル・インカリストです。
とうございました。ありがとうございました。終わりです。